はいどうも、イズログです、えー。今日は6月9日ですね。えっ、ー、と、今はちょっとですね、リフォームの方はちょっと止めてま、やめてます。で、クラウドファンディングのプロジェクトページを今作ってます。で、オープンは7月の予定なんですけれども、ま,あ、まだリフォームが進んでなくて、で、あとは家の半分はスキー場、今年ね、スキー場の、えー、住み込みバイトで貯めたお金で賄えてはいるんですけど、ちょっとあの家も家半分がちょっと怪しいと。 いうことで、えー、クラウドファンディングを募ってます。募るために、ちょっと今、プロジェクトページを作ってます。そして、まあ、ちょっとね、リターンをどうしすればいいかなんですよ。どんなリターンだったらいいのかっていうものがあります。で、それでちょっと今、止まってる状態ですね。でも、このクラファンの文章書かない限り、リフォームも止まっちゃうんで、まあ、体一つなんで、俺がね。 なのでまあ、ョ応、クラファンのページができるまではちょっとリフォームはしないという覚悟で、えー、クラファンのプロジェクトページ作ってます。えー、そして今日は、外ごもりプレイスのネーミングの由来について、ちょっとざっとお話しします。で、外ごもりっていう言葉はですね、えー、僕が今こういう、まあ、働きたくない人たち、トンセイだっけな、トンゼイだっけな、まあそういう、あのー、そういうことが、 したい人たちが集まるコミュニティがありまして、そこで、まあいろいろ意見交換とか質問をしたり、えー、してます。で、その中でちょっと指摘を受けたんですけど、外ごもりっていうのはあまりいいイメージじゃないんだよねっていうのを、あのー、指摘してくれた人がいて、あ、なるほどねって思ったんで、ちょっと、えー、この動画撮ってますで。外ごもりって何が由来とか、えー、どういうこと,ことがきっかけで世に出てきた言葉かっていう語源を調べたんですけど、あまりいい 意味じゃないんですねで。外ごもりというのは、そもそも本来、バックパッカー的な人が、あの、体現をしていた、二拠点ですね。日本と海外の、まあ、日本円でお金稼いで、えー、日本円に対して、その、自国通貨が弱い国へ行って、まあ、要は、円の価値がすごい増える国ですよね。ベトナムとか、えー、あの当時で言えばラオスとまあ、シンガポールとか、まあ、ラオスもそうか。あとは、 フィリピンとか、フィリピンペソもそうだったのかなまあ最近はちょっと違いますね。で、昔の有名なところだったらタイとか、そういうところで、あのー、日本でお金をはす稼いで、えー、まあ、お金を節約しつつ、まあ、かつ、フィリピンペソとか、ええー、まあ、ベトナムの通貨って何だったっけなドンとか言ったっけど、ちょっとごめんなさい。覚えてないですね。ええー、通貨はちょっと知らないな。そういう、日本円の価値が高くなる後進国へ行って、 で、そうやって生活をだらだら長くする。そういうものですね。で、その、それが外ごもりっていうライフスタイルの原型としてあり、で、その外ごもりっていう言葉が世に出たのは、殺人事件がきっかけだったということですね。えー、日本人が日本人を海外で殺してしまったっていう事件が、 あの、ネットに転がってて、それがきっかけだよっていうことをそそうそう教えてくれました、その人はね。いや、でもそれ違うんだよね、俺の場合っていうので、ちょっとそれの言い訳みたいなものです。外ごもりっていうものは、単語自体を僕は全然知らなかったんですよ。で、ツイッターにですね、外ごもり名人っていう人がいて、でその人と実際にあの、イベントでお会いする機会があったんですね。えー、で、そのイベントで、まあちょっと <laughs>、お話をすることを、 まあ、無理やりがっついてちょっと俺から喋っちゃったんだけど、まあそういうことをして、未だに印象に残ってんのは、で、その人と話したことだったかなっていうのはちょっと怪しいんだけども <laughs>、外ごもりっていうのは引きこもった状態をレベル1とするならば、外ごもりになるだけでレベル50くらいになる。それくらいね、違うんだって。うん。だから、それが印象に残ってて外ごもりプレイスっていう、ネーミングにしましたし、 まあだいたい都会ブラック企業で消耗した人だったり都会疲れ都会暮らしに、えー、疲れた人引きこもりの状態が辛い人おあとはまあ僕俺もねかつてえー、ニートニートの日かなニートの日っていうのが毎年イベントであってそこで、えー、出席をして、えー、あの当時はね四国におへんのハウスを建てるっていう話があってその おへんのハウスの企画に、説明会に来たっていうお坊さんがいてね。で、そのお坊さんも、悩んでる人、ね、自殺したいとか、あのー、死のうとしたけど、自殺しようとしたけど死にきれなくて、でももう自分の家族たち、家族とか自分のね、旦那さんを裏切ってきちゃったから、もうどうもこうならないんですよねっていう人たちを、あのー、突然、 来た人たちを受け入れしている人がいました、あの当時。で、あの当時僕も移住失敗ですね、田舎に。で、そうすると、農業研修で、えー、途中で辞めて、まあ、村八部っすよね、あいつは食卓職員で税金で給料もらってるのに、あの、辞めおったとかね、結構なこと言われましたよね。で特にその地域が悪くて、あの,あの当時の地域には、 一軒のローソンと一軒のスーパーしかない街で,で、その一軒しかないスーパーで買い物をしないとさ、なんでお前、あのスーパーで金を落とさんだとか、あの、怒られるのよね。でもそれはね、こっちの方自由でしょって。だからそういう監視されてるのも嫌だったしね。うん。だからそういうなんか変な、そういう地域性が嫌でノイローゼになって、まあ出ちゃいましたね、そこはさすがに。で、農業研修生で、えー、農業をやる、 つもりではいたんですけど、やっぱりね、1100万円という担保が取られちゃうわけですよ。ビニールハウス建てたりとか土地を、ね、借りるのに。で、やっぱりその土地を、貸す側がその利権で食いたい奴らばっかりだから、結構ね、こっちがやっていけない額の、あの、賃貸料、まあ、借地料取ってくるから、で、水湧き水使えばさ、ちょっとその湧き水、うち、俺の山から出た水だから、お前タダで使うのか、みたいな、そういうのも出てくるから、 からなそういうのは嫌でやめましたね。で、まあ、ノイズ、ノイローゼになって、もう血便止まんなかった時代ですね。うん、僕の中で、あの時から、うん、あの時から、血便が出始めましたね。えー、まあ、そこから、えー、まあ、実家帰るんですけど、まあ、実家でもづらいと、まあ、あの、働けというので、まあ、どうもこもならないよっていう、あと仕事をやりたくないし、仕事選びがどうしても下手だったんで、っていうことで、 行ったのが、その四国のお坊さんのところで、10日間ぐらいかな、なんか転がり込んで、生活だけをしてくれたんですよ。で、生活してくれて、えー、なんかね、癌で、空腹で癌で倒れちゃった人もいたり、ねえね、えー、すごい美人な人がいて、その人は、あの、家庭環境が悪くて、いつもね、お母さんと仲が悪くて喧嘩して、 あのー、まあ、結婚と離婚を繰り返してしまう人だったり、ま、いろいろ悩んでる。悩んでたり苦しむ人ですかね。も、に合わせてくれたんですよ。で、そのお坊さんっていうのが、えー、出家したきっかけっていうのはドフトエスキーの本だったんですね。で、ドフトエスキーの本の中に、えー、悩みを解決したいんだったら、 悩んでる人のとこに行けっていうなんか一文があるんですよ。それを見た瞬間に出家するって言って決めた人なんですね。だから、その中でね、あのー、バックパッカーズホテルのご主人とか、なんだっけな、あのね、こういうオーリングっつってこれをね、思いっきりガッって外すんですよ。で外すの潜在能力であなたは何々です。はいって言ってください。はいって言うと、 その本当にハイがハイだったらば、このオーリングが外れないんです。で、オーリングでハイって言ったけど、潜在能力がそれを拒否するんだったら、こう、パカって開いちゃうんです。これね、抗えなかった。これは本物だと思ったんです。まあ、そういう人たちに合わせてくれたんですね。やっぱり悩んでる人たちに会って、実は少し和らいだんですよね。で、あとは、君には縁が必要だよっていうふうに言ってくれて、縁が必要だと思ったから人に合わせ、 うううががいいいいかっっってて思たたんだそういうことをちょっとをしてもらったという経緯がありま,すまあ、外ごもりプレイスのネーミングの由来とはちょっと離れたんですけどもまあ、そうやって外ごもりとか引きこもるまあ、もう多分ね、仕事で失敗したとか職場で嫌な思いがあったから引きこもると思うんですよ。大体の人はね。まあ、俺もそうだったしなのでまあ、引きこもった状態だとその誰とも会わない状態になるんですね。 で、その誰とも会わない状態はちょっとまずい。ちょっとまずいんですよ。うん。で、やっぱり誰とも会わないっていうことはその刺激がないんですよね。何でも。日を浴びるでもいい、人と話すでもいい。だからそういう刺激を受けないで、あのー、時間が経つとやっぱりそれだけ交代をしてしまうので、まあかといって引き出し屋みたいにやるわけじゃない。引き出し屋みたいに無理やり出ろっていうわけではないです。むしろそうやって引き出したらぶっ壊れますからね。なんで、 まあ別に外ごもりの中には、えー、まず、日本でお金稼いでリゾバまあ俺は主にリゾバなんで、リゾバでお金をちょっと貯めて、まあどっかでまあ何もしない期間を過ごしたい人、まあ要はスキー場バイトだけで生きてる人もいるんで、スキー場バイトだけして、後の夏場とか何もしたくないっていう人が住んでたり、 で、そうやって引きこもった人が、そういう人の働き方とか生き方を見て、あ,あれでもいいんだなとか、そういう気づきの場ですよね。まあ、かつて、僕もあの山奥にとで有名な共生者にも行ったので、そういう生活をしてる人いたんで、それも、ああ、それもあるだよねって。あの、定時出、あのー、定時出勤、定時退社だけをして、定年まで一つのところにいるのは、正解ではないし、だって別に季節の、 労働してやって税金払ってるんだから、それ誰も言われる筋合いはないよなっていうふうに気づいたことがきっかけですね。えー、まあ、外ごもりプレイスのネーミングとしては <laughs>、まあ、海外版外ごもりを日本版、日本の中で体現しようぜっていう意味合いで外ごもりです。で、あとは引きこもった状態から、ちょっと辛いから短期の滞在、引きこもった状態からどっかに行くっていう、そういうのをお試しで、 えー、経験していったら、ょっと、引きこもりっぱなしじゃないからね。外ごもりと引きごもり。まあ、レベル1とレベル50を行き来できるので <laughs>。まあ、それで、いろんな人と出歩い、と思います。まあ、もちろん僕も、いるので。まあ、僕が今までどういうことをしてたかとか、そういう話を、してあげること。まあ、してあげるっていうとおこがましいけれども、まあ、そういうものを、聞いて触れるだけでも、ああ、なるほどねって思ってくれます。まあ、それだけでも刺激じゃないですか。 ちょっと変わるじゃないですか見解とか見識が入ってくるからだからまあ引きこもったとかブラックが企業ですり減って消耗して辛い人に関してはそういうもうちょいその禁止的な狭い範囲の狭い視野とか考え方とかをちょっと広げる、えー、意味での外ごもりですであとは僕みたいにリゾバーをしてる人は、えー、リゾートバイトしながら、えー、どっか働かないまあ スキー場でしか働きたくない俺みたいなやつにとっては夏場のバイトってしたくないんですよ。うん。これは説明できないけどね。だからそういう人たちにとっての片足、ピボットの軸足を置ける拠点でもいい。そういうニュアンスが外ゴモリプレイスという意味の由来ですね。だから働くと働かないを分ける。そして何もしないをやりに来る。そんな場所で あってほしいのと、そんな場所を作りたいっていうのが、外ごもりプレイスの由来でございます。はい。っていう、ちょっと誤解を、に対する言い訳をするという動画でした。ではでは。